高校の時ちょうどピークだったんですよ。それそろそろ終わるっていう最後でした。そうね、散歩しもう外に散歩やって食べてるやつ、電車内で散歩食べてるやつ、それ散歩してるやん。最初そうやったのに、1冊に事件が3つぐらい絡んでるっていうのが、ちょっと主人の席に貼ったみたいで、なんか事件と事件の席で終わっちゃったのみたいな。あ、もっと早いなって。テレビでアニメとかさ。正直、あれ戻すのは、宝石買う時間で、結構見ます。正直、見ないと、あんまり見ないでしょ。確かにね。いや、中心客で、無理だ。私、最初見なかったでしょ。あれ、あれだね。結構、途中で、じゃあ、途中で、お金を使えないお金を。絶対これ、水の中で、そのお金やって。結構あるんじゃないですか。大阪からも。今考えたら疲れましたもんね。毎日桜井さん中学の私に出るシリーズが家が東の方が一番で、こっちの方が NHK じゃあのイケメンだったんです。NHK の時間です。あ、高さやったんや。あの時間でもいいから直通で行くから。